それでは聖書を開きしましょう。また今日はマルコによる福音書5章の1節から20節です。マルコによる福音書5章の1節から20節をお読みしましょう。心の解放というテーマでお話ししたいと思います。新共同訳聖書は新約の69ページからになります。マルコによる福音書第5章1節からお読みします。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎを止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。五章だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出ていけと言われたからである。そこでイエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。ところでその辺りの山で豚の大群が餌をあさっていた。汚れた霊どもはイエスに、豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。イエスの生涯を追いかけてお話ししておりますけれども、時々この汚れた霊に取り憑かれた人というのが出てまいります。果たしてこの汚れた霊に取り憑かれた人というのは、どういう人であったのか、当時本当にこういうそのなんか変な霊みたいなのがあってですね、今でも霊の話というのは日本人は好きですけれども、こんな風に苦しめられていた人がいたのか、あるいはわけがわからない病気はですね、全てこの汚れた霊の仕業にしてですね、病気であれば汚れた霊によるんだと、昔日本でもですね、病気というものがよくわからなかった時には、大体何か悪い霊の仕業であるとか、何か取り付いているとかって言ったもんですよね。ですから聖書に書かれているこの汚れた霊に疲れたとか悪霊に疲れたとかっていう人のその話は、当時の人たちにとってそれは、汚れた霊に取り付かれていたとしか思えなかった、そういうふうに判断することができると思います。しかし今日出てきました人はですね、その汚れた霊が名前を持っていたということで、かなり特殊なケースということが言えると思いますが、この話は湖、この湖というのはガリラヤ湖という、イエスが初期に活動の拠点としておりました小さな美しい、今もパレスチナの北北部にある湖ですけれども、そこの
東側の岸ですね、ここがゲラサ人の地方と呼ばれておりまして、地域としてはこのイスラエルの国の一部なんですけれども、違法人が、ユダヤ人以外の国民がですね、多く住んでいた、それから東に行くと、このもう完全にこれ外国になるというその地域なんですが、豚が飼われていたということからしてもですね、ユダヤ人にとって豚は汚れた生き物ですから、食べることも触ることももちろん許されない生き物ですからね、そういうものが飼われていたということは、ここが、異邦人、ユダヤ人以外の人たちの住んでいた場所であったということがわかります。この日なぜかイエスは、いつも自分の弟子である元漁師たちですけどもね、彼らの船に乗ってはガリラヤ湖を行ったり来たりしておりましたけれども、今日はあのゲラサの地へ行こう。弟子たちはなぜあんな異邦人の地に行かれるのですかと、多分世間に思ったことだと思いますけれども、しかし、イエスが行こうというので、そこに行ってみた。そうするとそこに、大変変な人が突然このイエスのところにやってきたわけですね。この人は、汚れた霊に取り憑かれておりまして、墓場に住んでいた。で、鎖で、や足かせで、つなぎ止めようとしたけれども、人間離れした力でですね、それを引きちぎってしまった。そして洋服も着ないで、夜昼となく墓場や山で叫んでいたわけですね。どう見ても狂人というか、もう完全に、おかしくなった人という感じですけれども、その人がイエスのところにこう走り寄ってきたというんですね。しかも、イエスに危害を与えようとしてきたのではなくて、イエスのもとにやってきて、そこでひれ伏した。6節にありますけれども、そして大声で叫んだ。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。五章だから苦しめないでほしい。叫んでるんですね。この叫びは、この男の人の叫びというよりも、彼に取り付いていた、この汚れた霊の叫びというような書き方ですね。そこでイエスが名は何というのかと尋ねられた。この人の名前ということではなくて、この汚れた霊の名前でしょう。汚れた霊に名前があるというのも不思議ですけれども、この霊は名はレギオンというんですね。レギオン。レギオンというのは、当時のこのローマの部隊のですね、ユニットというか、部隊の、5000人から6000人ぐらいのその部隊のことをレギオンと呼んだそうです。徐々に100人隊っていうのが出てきますけれども、100人隊がいくつか集まって、このレギオンを構成したと言われておりますけれども、なぜレギオンかというと、大勢だからだと。だからこの人に取り付いていた汚れた霊は、その一つや二つじゃなかったんですね。大勢の汚れた霊が彼に取り付いていた。よっぽど霊に疲れるタイプの人で、もう、次から次へといろんな汚れた霊が彼に取り付いて、そのせいで彼はその暴れたり叫んだり、そして自らを傷つけたりですね、していたようであります。ところが、この人、あるいはこの人に取り付いていた汚れた霊は、イエスの姿を見るとですね、イエスのもとに走り寄ってひれ伏して、命乞いをしたわけです。どうぞ助けてくれ。この地方から追い出さないようにと言ったんです。よっぽど居心地が良かったんですね。この汚れた霊にとって汚れた霊の居心地のいい地域というのがあるそうです。日本にもそういうところがあるんでしょうか。日本人の人の話ですけれども、ところでその辺りの山で豚の大群が餌を漁っていた。そして汚れた霊はイエスに豚の中に送ってちょうだいって言ったんですね。豚はユダヤ人にとって汚れた生き物だから、豚の中だったら許してもらえるでしょうということで、イエスに頼みますと、イエスが行っていいよというので、豚にそのレギオンどもがですね、その乗り移って、で 2000匹ほどの豚と書いてあるんですね。だから1匹について、汚れたら1匹ずつ乗り移ったのかどうかわかりませんが、要するに大量にガーッと乗り移って、そのまま山を崖を駆け下りてブーブービービーって死んじゃったと、
なんかちょっとね、信じられないというかね、奇妙な話ですよね。こういうこと書いてあるから聖書困るなと思うんですけど、ちょっとまともな話を書いてくれればいいと思うんですけれども、でもまあこういうことが起こったというんですね。まあ嘘を書いてるもんではありませんから、まあこういうものが起こったということなんですね。で、まあそれを見ておりました人たち、豚飼いたちやその周囲にいた人たちは大変驚きまして、また豚を飼っている人が困りましてですね、飼ってた豚はみんな死んじゃったわけですから。それで、町や村に行ってこのことを知らせたと。ところがこのレギオンに取り憑かれていた男はですね、服を着て正気になって座っていたと。悪い汚れた霊がみんな出ててしまったので、彼はそこから解放されて、そして、小ざっぱりとしてそこで座っていたというですね。でそれを見てまた人々は驚きましてですね、この人にこんなことが起こったということで驚いた。で彼は、イエスはですね、そのことが起こった後、人々がイエスがこの地方から出てってもらいたいとこう頼んだわけですね。もう二度とこんなことが起こってですね、他にもたくさん汚れた霊に疲れた人がいて、その霊が出ていくたびに豚がどんどん死んでしまうと、この地域の産業が成り立たなくなるので、どうぞ出ていってほしいと。イエスは別に出ていく必要ないんですけれども、じゃあというんで船に乗って、もう帰ってしまうんですね。わざわざこのゲラサ人の地に来て、この人から汚れた霊を追い出して、そして、また帰ってしまう。大変変わった話です。その帰ろうとしたときに、この男が、イエス様、私はあなたについていきたい。私をこんな、私の汚れた霊から解放してくださって、こんな真っ当な普通の人間に戻してくださったので、どうぞ、イエス様、あなたの弟子の人についていかせてください。それに対して、イエスは、いやいや、あなたは自分の故郷に帰って、そこで身内の人に、あなたがどんなことが起こったかということを話しなさいと言われたものですから、彼は、わかりましたということで、自分の故郷、デカポリス地方と書いてありますから、やっぱり彼は違法人、ユダヤ人ではないんですけれども、そこへ行って自分の身に起こったという話を、起こったことを話したという出来事であります。この話をですね、単にその汚れた霊に取り憑かれた人の話として読んだとするならば、まあイエスという人はなんかよっぽどすごい人だったんだなということぐらいで、あまり我々に関係ない話がのような気がしますけれども、実はこれはですね、このよくよく読んでみると、私たちとこの汚れた霊に取り憑かれた男という男の間には、実は非常によく似たところがあるということに気がつくんですね。それは何かというと、彼は汚れた霊に支配されていましたけれども、実は私たちの心も何者かに支配されているということがあるんじゃないだろうか。そして、この男のようにそのことで墓場で暴れたり叫んだりすることはないけれども、しかし時に人を傷つけ、また自らを傷つけてですね、そして自分では自分を支配しているものから解放することができない、自分の心をコントロールしている何かがあって、その力のもとに大なり小なり苦しめられているということがあるんじゃないか、そういうふうに考えることができます。私たちは完全にですね、自分の心を自分で支配していると言えるんでしょうか。私たちの心の中には、私たちのコントロールできない部分があって、支配できない部分があって、私たちを苦しめ、また私たちの周囲の人たちを苦しめているということがあるのではないでしょうか。例えば、私たちの心を支配しているものとして、今一番この21世紀、私たちの心を支配しているものは、情報でしょうかね。マスメディアやインターネットによって、いつも私たちの心はいろんな情報によって支配されて
おります。好むと好まざるとに関わらずですね、良い話も良くない話も圧倒的に悪い話が多いですけれども、私たちの耳に目に飛び込んでくる。そして、心を騒がせたり、またどうすればよいかと思い悩んで、それは大変大きな要素だと思います。また私たちの心の感情ですね、これも大変大きな要素だと思います。自分で支配できないものの中にある 中のですね、もちろんナンバーワンかもしれませんね、怒りであったり嫉妬であったり、また憎しみであったり、自分では良くないと思いながら、そのようなマイナスの感情が私たちの心の中に、特に人との関係において起きてですね、そしてその感情が私たちの心を、意志を凌駕してしまう、支配してしまう。良くないと思いながら怒りに任せて人の悪口を言ったり、また憎しみが高じてですね、傷つけてしまったりということは、私たちの生活の中に仕方なく、意外をなくですね、入り込んできているものではないでしょうか。あるいは自分の友達であっても嫉妬する、妬む、そういう思いが私たちの心にいつもあると思います。また何かに対する恐怖もコントロールの難しい部分ですね。人を恐れる対人恐怖であるとか、まあそれがあまり講じるとですね、病的なものになりますけれども、あるいは貧しさに対する恐怖、まあ、21世紀の日本人が持っている貧しさに対する恐怖というのは、食べるものがなくなる貧しさではないんですね。それは自分の思うままにお金を使うことができなくなるという恐怖、第二の貧困ですね。生きていくのに何も困らないんです。だけれどもエキストラの、もっとこうしたい、もっとああしたい、ああいうものが欲しい、ああいうふうにしたいという、その余分なお金を自分が支配したいという、そしてそれができなくなることの恐怖、それが結局お金を借りたりですね、いうことで多くの人を、まあ、経済の地獄に引きずり込んでいるわけですね。身の丈になった生活をしていれば何も困らないんですけれども、もっとああいうものが欲しい、こういう生活にしたい、ああいうことがしたいということのためにですね、お金を買いすぎてしまって苦しんでいる人も多くおります。しかしそれは恐怖なんですね。貧しさに対する恐怖なんです。また孤独に対する恐怖はいつもありますね。自分は一人になるんじゃないか、認められないんじゃないか、それはこの間もお話しましたけれども、そして死に対する恐怖もあります。そのような恐怖が、恐怖というものは、この自分では抑えよう、自分ではそんなものを恐れる必要ない、そんなものは恐れなくていいんだと言い聞かせてもですね、いつも心の中にこの芽生えてくるというか、心の中を支配する。この間読んでおりました本の中にも、この死の恐怖に本当に取りつかれた人の話が出ておりましたけどね。もう小さい頃からそうだったけれども、大人になっても死の恐怖がある。もう階段を登っている瞬間に死の恐怖に襲われて、もう立ち上がれなくなるっていうんですね。自分では恐れる必要はないと思いながら、でも恐れてしまう。人を恐れる必要はないと思いながらも、でも恐れてしまう。恐れて離れたり、また自分が思わぬ、自分では思わぬことをしてしまったりする。そういう恐怖心、私たちの心にあるのではないでしょうか。また心理学の方でよく言われる心の傷ですね。過去の体験から来る心の傷、まあ、これはもうごく当たり前の常識のように言われておりますけれども、トラウマと言われますが、それが私たちの心を支配する。良くないとは思いながらも、いやそんなものはもう自分は忘れ去っていると思いながら、小さい頃に受けた暴力であるとか、あるいは傷つけられたことであるとか、阻害されたことであるとか、受け入れられなかったことであるとか、
そういう心の傷が私たちの心の中にたくさんあって、それが大人になっても人間の行動を支配する。アルコール依存症の親に育てられた子供は、その子はそれを絶対あの姿にはなりたくないと思いながらも、しかしその心の傷の上にまた自分もアルコールに依存してしまうということがあるそうですね。繰り返される。親に虐待された経験のある人は大人になっても子供を虐待する。そういう心の傷が人間の心を支配している。まあ、そのようにいろんなですね、この感情であるとか恐怖であるとか心の傷であるとか、そういうものが私たちの心に、それ一つ二つじゃないですね。大きいものも小さいものもいろんな意味で心を支配しているということがあるんじゃないでしょうか。そういう意味からすると、私たちの心にもレギオンが住んでいると言えるわけですね。まあ、この人ほどもう常軌を逸してですね、叫んだりなんかしませんけれども、しかし今皆さん21世紀日本はですね、心の病大国です。4人に1人がうつ病の予備軍と言われる。経済は全然成長しませんけれども、心の病にかかる人はどんどん増えている。当たり前のように心を病んでいく。なぜそういうことが起こるのか、ね、これだけ必要なものがあって、安全が与えられていて、明るい将来があるのに、なぜ人は心を病み、また陰惨な悲惨な事件が後を絶たないのか。もしかしたらレギオンに支配されているのは私たちかもしれない。自分で気がつかないように、自分がしたくないと思うことをする、したいと思うことができないと言ったのは、あの使徒パウロです。ローマの信徒の手紙の7章に、彼は、まあ、有名な言葉ですね、よく開きますけれども、こう言っています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです、と言っているんですね。7章の15節。この大使徒パウロでさえ、自分は自分のしていることが分からないと言っている。自分は支配されている。彼はそれを罪という言葉を使いましたけどね。自分は支配されている。やりたいと思う良いことはできない。ああしてあげたい。こういうことを言ってあげたい。と思ってるんだけど、いざその人の前になると言えない。できない。その逆はする。あ、これはしてはいけない。ああしてはいけないと思っているけれども、しかし、してしまう。なぜそういうことが起こるんでしょうか。それは私たちの心が何かに支配されているからではないでしょうか。この男のように、自分たちも私たちも実は手かせ足かせで自分を支配しようとするんです。墓場で暮らせとは言いませんけれども、ね、できるだけ迷惑をかからないようにと思って一生懸命努力するんです。鎖でつなごうとするんです。でもできません。心の力は強くて鎖を引きちぎってしまうんですね。だからそう思って読むとですね、この話は人事じゃないんですよ。確かに私たちも自分自身が何者かに支配されている、コントロールを受けていると言わざるを得ません。そしてそこから解放される、解放してくれる人を待っているのではないでしょうか。幸いなことにイエスが会いに来てくださいます。このゲラサの悪霊付きのところにイエスはわざわざ船に乗って会いに来てくださったではありませんか。結局この人に会ってイエスは帰ってしまうんですね。この人に会うためだけです。この人は誰からも相手にされず、そして自分でもどうすることもできず、一日中苦しんで叫んでいました。彼自身がどんなに苦しんでいたことでしょうか。でも人々はこの男を何とか助けてやろうとしなかったんです。
この人はデカポリス地方の出身と書いてありますから。多分、まあ、ここから何十キロか離れてますけどね。故郷でこんなことがあって、散々もう悪いことっていうか人々に嫌われるようなことをして、そしてもう身内の人ができるだけ遠い遠いところに彼を連れてったんじゃないでしょうかね。墓場に置いて。誰からも相手にされず、そしてみんなからは鎖で縛られてですね、人に迷惑をかけないようにということで、でも彼のことを誰か助けてやろう、彼を解放してやろう、彼と一緒にいてやろうという人はおりませんでした。ただ一人イエスだけが彼のところに来られた。みんなは彼を恐れてたんです。実は人間は人間が怖いですからね、何とかしてあげたいとは思っても自分もその問題の渦中に引きずられるんじゃないか、自分も傷つけられるんじゃないかって恐れがありますからね。どうしても距離ができますよね。でもイエスはそういう方ではありませんか。もうその人のところに、私たちのところにズバッと来てくださって、もう彼のところに来たということだけで、実は彼のこの解放の癒しのステージはもう始まっていると言ってもいいですね。彼のところに来てくださった。彼自身ももしかしたら自暴自棄になったかもしれませんけれども、このイエスが彼のところに来るところ、彼のそばに来てくださるのを見て走り寄っていった。そしてそこで彼に取り付いておりました汚れた霊が、どうぞ助けてくれとイエスに命乞いをしています。イエスが取り除くことのできない、イエスが解決できない恐怖も感情も心の傷も一切ありません。イエスは私たちの心を本当に解放してくださる方でありますから、まあ、問題の方からイエスにひれ伏しに行くんですね。マタイによる福音書の10章の26節から31節でイエスはこういうふうに言われました。マタイによる福音書の26章10章の26節からですが、人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い染めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいとイエスはおっしゃいました。体は殺しても魂を殺すことのできない者ども恐れるな。人間も情報も恐怖も、人間の体を殺すことはできても人間の霊を魂を殺すことはできない。唯一神だけが人の魂を滅ぼすことのできる方なんだから、その神以外のものを恐れる必要はないと断言されました。庭のスズメが一羽を呼んで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。一羽のスズメという有名な歌はここから来ているんですけれども、イスラエルで当時売られておりましたスズメ、あまりにも安いためにですね、一羽ずつは売られておりませんでした。2羽セットでパックでスーパーで売ってるようなもんですね。一つずつだと安いので2羽セットです。そのうちの片割れの1羽、一番安いお肉コーナーで売っているスズメのその半分のスズメでさえ、天の父のお許しがなければ地に落ちることはない。天の父がそのスズメの1羽さえ心に留めておられる。さらにあなた方の髪の毛1本までも残らず数えられている。天の父は私たちの髪の毛一本一本を数えていてくださる。ましてや心の中の一つ一つの問題をご存じないはずがない。この言葉は本当に励まされます。髪の毛一本も神様の許しなきには落ちない。減っていっても大丈夫だ。神がちゃんと数えておられる、ね、
ですね。感謝ですね。大いに減っても神様はちゃんと天国に行ったらまた天国食もおかなんかを施してくださる、ね。神の許可なしには何も起こらない。この力強い言葉ですよ。私たちはそのことを普段考えてないんですね。何でもかんでも自分で思うようにああしなきゃこうしなきゃと思ってるんですよ。自分がこうしなきゃダメじゃないか、ああしなきゃダメじゃないか、私がこうしなきゃダメになるんじゃないか、失敗するんじゃないか、崩壊してしまうんじゃないか、何もうまくいかないんじゃないかと思ってる。とんでもない。神の許しなければ、これシャレじゃないですよ。神の許しなければ神一歩持ちないっていう。全ては神の手の中にあって、全ては神の愛の地に守られている、ね、これほど私たちの心に安心を与え、私たちの心を解放する言葉はないんじゃないでしょうか。まあ、なんとかなるよということですよ。恐怖に怯えるなと。神はあなたのことを心配しておられる。あなたの心の傷の一つ一つを神はご存知である。あなたが自分を支配できないこともご存知だし、自分の弱さも神はご存知だし、神の知られてないことは何一つない。だから恐れるなと。この短いところに3度も言われてます。恐れるな、恐れるな、恐れるな。私たちがすべきことは何かというと、恐れないこと。ただ恐れず、行きなさいと。ビクビクハラハラしなくていい。神が私たちを守られる。神が私たちを保護される。そう言ってくださるわけです。このイエスの力強い言葉、そのことで私たちの心はどれほど解放されることでありましょうか。そして同時にイエスは、ただ私たちの心の痛みや苦しみや傷を理解していると言われるだけではないんですね。イエス自身が私たちと同じように痛み、傷つき、苦しんでくださった。これも有名な言葉ですけれども、ペトロの手紙の父の2章の21節から25節。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残された方からです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。パッションという映画がまだやってますかね、もう終わりましたかね、だいぶ多くの方が見てくださったと思いますけれども、そのイエスが特に鞭を打たれるシーンが印象的でした。でもイエスが打たれた、イエスの受けられた傷はその単に肉体の傷にとどまらないんですね。実はイエスが受けられた最も大きな傷は心の傷ではなかったかと思います。イエスの愛した弟子たち皆に裏切られた。唯一イエスの母でありマリア、そしてイエスに従ってきた数名の女性たちがイエスの周りでその死を見届けた。イエスが愛して命を救い病を癒し飢えをしのがせてやった多くの群衆がイエスを裏切って十字架につけると叫んだ。イエスが受けられた心の傷はおそらく体の傷よりもはるかに深く大きなものではなかったと思います。そして十字架の上で死なれた。天の父に見捨てられて死ななければならなかった。何のためか、それは私たちが癒されるためだ、ね、私たちの傷をイエスは受けてくださいました。肉体の傷も心の傷もイエスはみんな引き受けて
くださっています。私たちの痛みをご存知の方なんです。自分自身は楽な顔をして、はいはい、私はあなたの傷を分かってるよ、ね、あなたの心は誰の傷は大丈夫だよ、そんなことはおっしゃいません。イエスは私たちの心の傷をその何倍も何十倍も激しく痛みに苦しまれました。それは私たちがそのことによって癒されるため。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたんでしたね。イエスはただ私たちの心が解放されてよかったね、自由になってよかったね、そう言われるだけではありません。私たちの心の牧者となってください、羊飼いとなってください、私たちの心の監督者となってください。その監督者という言葉は英語の聖書ではですね、ガーディアン、保護者という訳があるんですね。私たちの心を保護してくださる方、私たちのカウンセラーであって癒し主である、そして私たちの必要を満たすために導いてくださる牧者でもあり、また守ってくださる方でもあります。目には見えませんけれども、イエスは私たちの心を解放してくださる、私たちをこのレギオンから解放してくださる神です。この人はレギオンから解放されて、そしてイエスについていきたいと願いました。でもイエスはそれを許さなかったんですね。なぜでしょうか。これが実はイエスの癒しの最後のステージなんです。もしこのままイエスについていったとするならば、彼は、ああ自分はそんなことがあったな、過去に苦しいことがあったな、でもイエス様と一緒にいてよかったな、まあ、それでそのことは終わってしまうでしょうし、彼の心の傷は本当に癒されたことにはならない。でも家に帰ってですね、彼が迷惑をかけた人、彼を苦しめた人、また彼の悲しい過去を知っている人たちのところに行く、それは勇気のいることです。でもその勇気を振り絞って人々のところに行って、イエス様がどんなことをしてくださったかということを人々に語るときに、彼の心は本当に実は癒されていく。イエスを裏切ったペトロにイエスはおっしゃいました、ね、あなたは私を知らないと3と言うだろう、でもあなたが立ち直ったら他の弟子たちを励ましてやりなさい。誰でも疲れた者を胸を折っている者は私の元に来い、私があなた方を休ませてあげようと言いますよ。でも私についてきたいなら自分の十字架を追って私についてこいと言われる。心の傷は人々に語ることによって、知ってもらうことによってだいぶ楽になる、ね、カウンセラーにそのところ行きますと、まあ、日本にはまだカウンセラーと言われて少ないですけどね、非常に少ないですけれども、その自分のことを何でもね、過去のことも含めていろいろあらざるやお話をすると、アメリカでは15分100ドルぐらいですかね、1万円15分で1万円ぐらい取られます。いい商売ですね、でもカウンセラーなどの大変なんですけれども、1時間話したら4万円払わなきゃいけない。でもそれぐらい払ってみんなその心の中にあることをカウンセラーに話すんですね。でカウンセラーってのは何をするかというと、ただ聞くだけなんです。その人の心の中にあるものを、つまりレギオンを吐き出させるわけですね。その人のところにレギオンが来ますからね。その人はまた別のカウンセラーのところに行く。もっと高いカウンセラーのところに金を払ってですね、癒されなきゃならないそうですけれども。イエスは私たちの心の中にある痛み、苦しみをすべて聞いてくださる方です。祈りの中でイエス様にすべてのことをお話しする。ね、そして私たちの痛みよりもはるかに辛い痛みを経験されたイエスご自身ですから、その痛みを理解してください。そして癒されたら、あなた方は自分の故郷に帰って、神がどんなにあなたに素晴らしいことをしてくださったか話しなさいと言われるんですね。あのサマリアの女もそうでした。不自然な生活をして人の目をはばかっていた。でもイエスに出会った時に彼女は変わって、そして人々の中に出て行って、
こんな素晴らしいことをしてくださった方がいるんですよって話した。イエスの癒しはただその傷口が治るだけではなくてですね、その傷口を通して私たちの人生がさらに広がって成長していくことができるようにしてくださる癒しなんです。これが心の単に心が癒されるカウンセリングを受けるということとの違いなんです。どんなに痛みがあって苦しみがあって私の心がどんなに支配されていたとしても、イエスはそれを解放してくださいます。そしてその解放された私たちが次のステージに向かうことができるようにしてくださる。これがイエスの解放であります。皆さんの心が今日何かに支配されて自分の力ではどうしようもない、何とかしたい、自分を変えたいと思っておられるならば、今日イエス・キリストに祈ってください。あなたの心の中に思いや、この中にある思いを全部吐き出してください。イエスはあなたの心を解放してください。間違いなく解放してください。そして二度とそのことで苦しむことはないでしょうし、いやそのことによってさらに私たちの人生が広がっていくように、成長していくように導いてくださる方であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。今日はゲラサ人の地におりました、この悪霊に汚れた霊に取り憑かれていた男の話を読みました。全く人事のように読んでおりましたけれども、実は私たち一人一人も今心の中を支配する何者かがうごめいております。自分で自分をコントロールすることはできない、してはならないと思う悪を行い、しようと思う善を行うことができない。自分の思うように感情をコントロールすることができない。また恐れをおののいて勇気を持って立ち上がることができない。また人を傷つけ自分を傷つけてしまう。神様、今どうぞイエス様が私たち一人一人のところに今日おいでくださいますように、湖を渡ってあの男のところに来られたように、今目には見えませんけれども、私たちの父に知り合うイエス様ご自身が私たちのところに来てくださり、そして私たちをこの汚れた霊どもから解放してください。私たちの心を支配している多くの間違った考えや恐怖や傷から解放してくださるようにお願いをいたします。そしてイエス様は必ずそのことを成してくださり、私たちに本当の自由を約束してくださる方であることを感謝いたします。何も恐れない、何も心配しない、また何も煩わない、本当の解放をここにおられる方皆さんが味わうことができますように、神様どうぞ助けてください。まだ多くのものに苦しめられております。まだ多くの思い煩いや傷が一人一人を今閉じ込めております。イエス様、どうぞあなたの前に素直になって全ての思いを語り、そして本当の牧者であり監督者である方のもとに帰ることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。